県は風水害の恐れが高まる梅雨や台風の時期を前に対策本部会議を開いていて、今日各部局の取り組み状況を確認しました。県は洪水、高潮、雨水が公共下水道などの排水能力を上回った場合の浸水想定区域について来年度末までに指定公表を完了することにしています。水防法の改正から洪水による浸水想定区域の指定公表については住宅や要配慮者が利用する施設の防護対象がある河川にまで拡充されていて、対象となる県内409河川のうち58河川の指定公表が完了、245河川で作成が進み、106河川は今年度から作成予定であることが報告されました。いざ火災が発生というときにですね、この安全安心の確保、あるいは死者数ゼロを目指した対策の展開というところがあることが、適切に対応できますようにでの備えをしっかりとお願いいたします。以上です。また県の防災アプリで今後公表される新たな浸水想定区域を防災マップに追加することなど、今年度中にアプリに3つの新たな機能を追加することを申し合わせました。